はい、ということでですね、休憩明けました。はい、はい、ありがとうございます。会場の方はですね、たくさんの方にもう、押し寄せていただいてまして、はい、盛り上がっておりますが、一つだけ告知の方だけ、させていただきます。今ですね、休憩中に、出ていました画像の方ですね、リビングザゲーム、こちらの方のご紹介をさせていただきます。時代の寵児か社会のはみ出し者か、プロゲーマーたちの栄光と苦悩を描くリビングザゲームが3月から劇場公開決定となりました。業界初、格闘ゲーマーの生き様に迫る長編ドキュメンタリーには梅原さんほか、ももち、ゲーマービー、ジャスティンと、まあ、名だたる面々が主演とされております。数々の国際映画祭で絶賛され、9月には日本に先駆けて台湾でも劇場公開を開始しているという作品となっております。ということで、まあ、さっきも言ったんですが、台湾にもね、梅原さん、はい、行きました。はい、はい、まあ、台湾の方々にも大好評だったと。そうです、いうところですね。はい、はい、リビングザゲーム3月から劇場公開となります。よろしくお願いします。はい、ということで、獣道、はい、いよいよ最終試合、最終戦と、はい、はい、なりますね。まあ、最終戦を前に、先ほどのね、はい、ギルティで相当な盛り上がりを見せて、盛り上がってましたね。会場の盛り方がちょっとですね、すごかったですね、尋常ではない、はい、ことになって、そのまま、まあ、さらに人が増えたんじゃないかというぐらい、会場人がですね、押し寄せております。会場の様子、見えますでしょうか。こんな感じです。もうですね、とんでもないことになってます。はい、こんな感じです。ありがとうございます。さあ、いよいよ、はい、次が最終戦となりますね、はい、梅原さん、はいはい、じゃあ今回もPV の方をご用意してあるということなの で、はい、まずはこちらからどうぞ。ストスリーどこ見るのかって言ったら、このスピードでこんなことやるのかこいつらっていうとこだと思うんですよ。2人ともものすごい速い展開に強いんで、うわそこでそれかっていう、このゲームがどういうゲームかいまいちよく分かってなくても、運動用でこう声が漏れるみたいな、うわすげえみたいな感じになる組み合わせだ、組み合わせだし2人だと思うんですよ。チュンリー体験の歴史が変わるんじゃないかって言われてるのが弟子剣の攻略ですね。現代最強候補ヒットだぞ。反応速度も技術も精神力も全部世界トップ、多分攻略の塊だから、攻略なら勝つんじゃないか、昔に戻った抜きかなと思ってます。歴代人類最強候補プレイヤーだと。大貫さんはあれはサードストライクの敵なんですよ。天才なんですよね、抜きって。格闘ゲーム見れるなら、そういう大貫さんがもう一回見たい。はい、ということでですね、第3幕こちら、抜き選手対弟子剣選手ということで、はい、実況解説には徳良さんと、そしてボスさんに来ていただいております。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、では、先にインタビューいっちゃいますかね。はい、ということで、選手のお二方にはですね、もうご用意いただいておりますので、インタビューの方を、していきたいと思います。では、こちら、やってまいりました。まずは弟子剣選手から一言お願いいたします。もう最高の舞台で最高の相手とできるので全力で楽しみます。ありがとうございます。では抜き選手お願いします。まずはですね、みんな明けおめー、明けおめー。いや今回ね、実はもう格ゲーいいかなと思ってて、目原に誘われて、またやんのかよ、やらせんのかよみたいに思ってたんですけど、やってみたらやっぱすげえこのゲーム面白くて、で弟子剣の動画とか見るたびに、こいつも強すぎて今のままだったら 10-0 つけられるっていう段階から始めたんですよ。
それでやる今まで多分こんな強かった時の自分いないんじゃないかなっていう、あのこのゲーム俺練習っていうかトレモとかやったことなくて普通に練習をほぼしたことない状態でやってたんですけど、今回は剣戦ってものを詰めてきたんで、それが全部出してで試験に全力でぶつかりたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。では両選手準備をお願いいたします。はい、では実況解説、お願いします。まずは試合の見どころからですね、徳倉さん、ボスさん、少しお話しいただけますでしょうか。まあ、見どころという意味では本当に2人とももう語る必要のないぐらいの天才なんで、まあ一つだけ違いを挙げるとすれば、デシケンはやっぱりその一番最初からシーンを盛り上げてきた人間ではなくて、あの努力でここまで来た人間というところの印象がすごいあるなというところで、まあ、天才は天才なんですけど、努力してしまった天才というところですね。まあ、それに対してやっぱりまあ数多くのシーンでその本当に強さを発揮してきた抜きがやはりまあサードストライクでも強いんですけれども、まあ、ただそれを超えてしまっているんじゃないかというところの、まあ、デシケンの強さがあったからこその、まあ、この企画の、まあ、この企画が出来上がった理由だと思うんで、まあ、そういうところをまあ見ていきたいのかなとは思ってます。ボスさん、いかがですか。ああまだ大丈夫ですか。ちょっと待ってくださいね。はい、一回では、はい、両選手キャラクター選択をお願いいたします。あ、もう始まりますか。はい、じゃあもう始めていきます。コールの方させていただきますか。ちょっと待ってください、一回切りましょう、うん、はい、一回切りますね。はい、仕切り直しとなります。まあ、すいません、あのその間にじゃあちょっと見どころの方を。そうですね、このカードがまず決まった時に周りのプレイヤーに聞いたところ、まあ、絶対にデシケンが勝つだろうっていう予想がもう 95% の人間、なぜなら、まあ、デシケンはもうここ数年においても最強っていう名を手に入れていて、まあ、もう誰しもが認める最強プレイヤーで、対して抜きはあまりサードをやってなかった、そして彼はあまり練習をしない結構傲慢なプレイスタイルであるっていうのがまあ、俺抜きだから練習しなくていいでしょっていうプレイヤーだったんですけど、その獣道が決まった後の数ヶ月間本当に誰よりもサードをやってまして、で関東の剣使いを総動員してもひたすら対策をして、まあ、おそらく初のトレモを使っての調べ物ともやってきましたので、つい昨日おとといに周りのプレイヤーに話を聞いたところ、これはもうどっちが勝つか本当にわからないっていう状況になりましたので、まあ、解説する私としましても本当にもう楽しみでしょうがないですね。震えがきます、これは。さあ、では、こちらゲームの方はですね、一回リセット状態に戻りましたので、はい、じゃあ梅原さん、こちら合図をお願いします。え、両選手、はい、スタート。あ、試合ですか。あ、まあ、その前にちょっとこの試合、あの、はい、まあ、結果前回のさっきの前の試合は小川が勝ったんですけど、やる前の段階ではもう唯一どっちが勝つか分かんなかった組み合わせなんですよ、これ。っていうのもあって取りにしたんですよ。なるほど。これだけはマジどっちが勝つか分かんないから、これはもう安心して最後にこう置けると。あ、そういう理由で順番決まったんですね。うう、まあ、ぶっちゃけそれありました。正直これはもう絶対熱いだろうっていうのがあったんで。確かに。だからまあすごい、あのでしかもスト3はもう完全にヤムチャなんで、すげーしか言えないんで。やられてたじゃないですか昔。でもまあヤムチャっすね。ヤムチャっすね。ヤムチャっす。なんでもう本当にすごい楽しみ。それぐらい今のス、はい、楽しみです。はもういろんなものが変わっていると。では両選手準備の方できたようなので、スタートボタンを押して、キャラクターセレクトお願いいたします。さあ始まります。そうですね、はい、じゃあ、20年間のコールの方だけさせて、はい、いただきますね。すいません。はい、ではお願いします。あ、決めちゃって大丈夫ですよ。さあ、これが獣道最終枠、デシケン対ヌキシェリー、いってみましょう。開幕からボスさん、はい、気になるところなんですけど、まず2回投げていったのがヌキシェリー、はい、ダメージリードはかなり取っている状態で、まあ、立ち上がりかなり心配していたんですけれども、かなり調子はいいですね。そうですね、デシケンも最速でもうカラジャンプ勝利を見せていくなど壊しに行きかけてますが、いきなりタッチや衝撃戦、要素を蹴って
ちょっと待ってから壊しやし、まずはネキシュリー。事前の予想だと、デシケンが最初の3試合くらいは取るんじゃないかと言われているんですが、はい、大貫も相当な仕上がりを見せています ね、 そうですね、はい。まあ、2ラウンド目、ボスさん、この芸者のない状況でスタートしなければいけないんですけれども、はい、このネキシュリーのまあ最大の特徴というところでは、まあ、はい、技をガードさせてゲージを回収する術というのが、まあ、全てのチュンリーにおいてあの一番うまいんじゃないかと。そうですね、しっかり大パンチや そう空振りとかをしないでガードさせることによってゲージを貯めていくスタイルという。勝利勝利、今度はデシケンやり返す。代名詞のような勝利権決まっております。展開が早いですね。3ラウンド目、ちょっと待って、チアシンダイバーザーデシケン。今のも砲翼線が漏れた時のことを警戒して遅らせて反撃しています。デシケン、ああいうところでテクニックが光ってます。そうですね、まあ、だがこのチュンリー2本ゲージがあれば一瞬で試合を終わらすことができる、その力強さ。ジャッキー落として裏回り、これは投げはグラップしている。ただここはゲージがないのでケンナーが強気にいけるところですが、さあここで砲翼がたまると状況が一気に変わります。次のターンで中足が入れば終わりという、そういった体力になっておりますが、インダイケー砲翼戦。まあ、ボスは NIK がつながってしまうんですよね、はい、まあ、そうですね、地上戦もかなりケンガーが、はい、移動投げというチュンリーだけ持っているその特別広い間合いから投げることができるんですが、それに対してしゃがみグラップといって、しゃがみのコパンを出しつつ投げを抜けるっていうテクニックがあるんですけども、それを読んだときに遠距離大キック、さっきのを出して、あれがしゃがみヒットしたとき限定で砲翼線がつながるという状況でしたね。すごい高度なテクニックですね、お互いに。まあ、非常に今後の、まあ、試合でも、まあ、あのシーン見られるかもしれませんが、そうですね、逆にあそこしゃがぐらじゃなくて待ってたらブロッキングからこういうお釣りもあるんで、昇竜昇竜、まあ、読み合いです。そしてボスさん、この壊しに行く2回で昇竜昇竜なんですけれどもまあ、やはりあのチンリーに対して読み合い回数を増やしたくないというところで、ケンはやはりあの高ダメージの勝利権をうまく使って、そうですね、早々と試合を決めたい、そういう気持ちもあるかもしれません。さらにケンのかかってきなという PA は攻撃力がアップするので、チュンリー側もディフェンスをせざるを得ないという状況になりますね。 この後ですね、ダメージが大幅に上がります。攻撃力が上がっている状態ということですね。リープ中足リードシングはデシケンだが、ここで発見方向性、まずは1回打って落ち着こうと、ジャッケン踏みつけて円台系、体力リードしている、ジャンプ台系から最後は空投げ、落ち着いているルクチンリー。ここでデシケンが昇竜拳打ってるのももう3ラウンド目を想定してゲージを溜めつつ当たればというところでしたね。まあ、そしてデシケンもあそこはまあ固く手堅く逃げたいなというところだったんですけども、それを見逃さずルクチンリー空投げ、非常にお見事でした。今のはしゃがみで移動して歩いてるのを確認しましたね。中大リプ、これは当たるか、セットプレーか、地獄の画面足がスタートする。まあ、今のは意図はどういうところですか。あの立ち台機は EX スピニングバードキックをリバーサルで出された時に潰せます。で PA を決めてるので、もう一撃でここは勝利ですね。今のは万が一ガードされたとしても砲翼線が溜まっていないのでまだ死なないので、一旦は読み合いをしてもいいという状況だったので、まあデシケンが読み勝ったっていうところですね。1-1になりました。やはりまあ予想通りのシーソーゲームという形なんでしょうか。 そうですね、それともどちらかが走るのか。ああいう状況でチュンリー側にゲージがあったら強気に勝利権は打てないんですけども、やっぱりゲージがない状況なので1回は勝負してもいいっていう状況でした、ね、はい、そこら辺の判断が早いと思います。反応が早い。シンプルに浮いたところに昇竜拳というデシケンのスタイルでしたが、投げてここはゲージを貯める。今のは着地に下風呂を入れたんでしょうね。ダッシュ台形砲翼戦、この円台形ブロッテ竜巻がヒットしておりましたが、ここはどうする。百熱キック、最後は中足ネクシリー。まずはこの第3試合1ラウンド先制していきます。あれ百熱が最大なんですか。いや、溜めて中足スピニングバードキックとビンタスピニングバードキックですね。終わると思ったの、安定で。さあここですね、さっきはしゃがみグラップを出してかられましたが、しっかり今度は待っていたと。ここら辺も読み合いですね。投げてバックシャンプ台形、お互い速い。この投げる方向に注目なんですけれども、はい、まあ、ボスはやっぱりあのネクシンリー投げる方向間違いない、ね、絶対に間違いないです、ね、あ、非常に手堅い。本当に基本なんですけれども、そういったところに忠実に動いているネキチュンリー。そもそも県対チュンリーでは結構ジリジリした展開が続くんですが、この2人はもう早いですね、展開が。殴り合いでもうチュンリー対県っていうよりも人対人をぶつけ合ってるっていう形になってますね。面白いですね、見ていても。
まあ、ゲージがないところから、まあ、こうスタートするんですけども、はい、まあ、のこの状況、まあ、先ほどからあんまり見ないんですけども、はい、まあ、大足だとかはかなり、はい、デシケンを減らなければいけない行動の一つ、そうですね、でただデシケンがうまいのはブロったら全部を最速で昇竜拳にしてるんですよ。一切保険をかけさせない、はい、確定の昇竜拳。画面端ザク昇竜絡むったところ、最後はこれは止めないですね。まだ死なない。これはまだデシケンが読み合ってくるか。裏割りに大抜きも冷静ですね。そうですね。あれは何出してました直前。妖装脚。あ、妖装脚。ドロップキックです。なるほど。あ、その前ですけど。はい。チラシ差し込んでいく。さあこの場合はゲージがないからチュンリーが苦しいが、しい、ね、大抜きの地上戦はもう本当に目を見張るものがあるので。この前は剣が結構一方的に受けますが、そこでも勝つのが溜まって使ってジャッケー落として投げてかけ、ゲージはないが、まあ技の単価が非常にチェンジ高いのでかなり状況としては苦しいですけれども、最後はけ、さあボスさん走りますかね、キシビ。そうですね、逃げていってしまいそうな、そんな雰囲気も漂っておりますが、デシケンはそんなに甘くないですね。デシケンはそんなに甘くないと、甘くないです。走らせたくないデシケン。ここはゲージがない状況は剣側の方が単価が高いんですが、はい、近づくまでが結構苦労しまして、こういう状況で近づければ下でもお互いブロッキングを入れる、まあ、このユーリフレームトラテガの投げが非常に厳しいですね。読み合いですね、お互い前の池をガードされて、破産集キャンセルがかかってあります。大抜きが強いが、まあ、今の方もさ、あの、はい、効果でしか見る、最後はめぐり中継、まあ、中足、破産というのが見えましたけれども、はい、まあ、あれも中足ブロッキングから最速中足、返しを、はい、あれで破産をキャンセルすることで、はい、その食らないようにできるという、そうですね、はい、抜きがラッシュをかける秒速逆2回から、ここは抜き側はゲージがないのでコマ処理に、はい、ここでちょっとでも甘えるともうデシケン襲いかかってきますからね。ゲージがある状態のデシケン怖いですよ。デシケンは差し込んで中足破産手はガードシリピップじわりじわりと、あ、ここは下ブロー中足を出しかけてましたが抜きが読んでいたか。確認がほぼ完璧ですね、今のところ完璧にこなしております。小判落としてハッキングハサン、そしてXクリーンバードブロッキング対策、ブロラレ確認で出してますね。仕上げてきているか大抜き。さあこれ一気の詰まるところなんですが、ここもメキシンリー、エンダイ系でかわしている。あのエンダイ系も気軽に出しているように見えるんですけども、ブロッキング取られたら中足陣内は確定しますし、はい、バックラッシュで下がられても陣内確定しますし、でそれを食らった後は PA 付きのセットプレーが待っているので、まあ、結構触れない、そうなんですよ、勇気の一手なんですよ。中足台足を読んだっていう時にしか出せないんで、その周りを見てやり慣れてる感があります。さあ状況は4対1、まずは前半戦でチンリーかなりいい具合で試合を進めております。デシケンは食らいついていきたい、敵のペース変わらないか、ジャンプ勝利権、これはガードして発見飛行権、よし、体力圧倒的にリードしているメキシンリー、現代系から砲翼戦、ね、そしてこの砲翼戦で決まるか、まだ決まらない、最後は中足、中足ですね、この6試合目もやはり抜きペース、はい、うますぎる、まずはしゃがみ中パン陣内、しゃがみで透かして着地に中パンを確定取りましたね。でパン中パン大足、このゲームキックですごすぎる、前年集読んでて差し返し、まだでしか余裕があります。そうですね、投げてゲージがあるのでこれ1回当たれば陣内で終わります。さあ画面端追い込んでいるでしか、この端を背負っても史上戦なんですけれども、ここ差し込んでしっかり見てから差し返し、
まあ、ただ何もゲージがない状況での、ね、1位の、まあ、追い詰められているんですけど、追い詰められてるけどなぜか不思議なプレッシャーがかかる。そうですね、画面端が自分の居場所かのようなディフェンステクニックですね。ポリッと差し返してこれがね完璧に出せるんですよ ね、 すね。今のところ非常に、まあ、この戦い立ち回りうまくいっている。ここはバックジャンプライパーでいつ竜巻もケアしてブロッキングからこれは一撃が入ったがニープ、ブロッキングがチア小学生何もさせない。まあ、ああいう状況だとこうまくるシナリオっていうのを考えていかなくちゃいけないんですけども、はい、確かにリープ昇竜昇竜当てればもう次のターンで殺せるっていう状況だったんで、デシカの狙いすごい良かったと思います。ただ抜きもそこを逆手に取って分かってるっていうあんばかりのブロッキングでした。今のところ本当に面白いのにうまくいっているような印象なんですけれども、そうですね、怖いくらいうまくいっているような抜き側の対策といった状況ですね。5対1メキシンリード。まあ、ボスはそのチェンリー相手にする側としてはやはり最初の1ラウンド目を取られたくない、はい、そうですね、ケンガーとしては絶対に1ラウンド目は取りたい。そうですね、せめてマックにしてもゲージを吐かせてから負けたい。確定反撃になっている。割とデシキャンわざと吐かせるっていう作戦を取ることがあるので、はい、新中盤この画面端を逃がさずしっかりとケアしている抜きチェンリー。空振りに大パン、非常にシンプルな地上戦なんですけども、ああいったダメージの蓄積がやはり、ああいう風に地上戦で技を差し返すと見せかけてるとダッシュが通りやすくなるんですよね、はい、でそこで中足波動拳で確認して陣内を出す。あっとこれ打ちまった、これは最大がしっかり入るか。勝利拳、あ、移動勝利拳難しいんですが、簡単なテクニックではないんですけれども、ね、さも当たり前かのように勝利が2回飛んでくるデシケン。あれは普通に出しても2回目は当たらないんですが、しゃがみ台キックをカラキャンセルすることによって2回目が当たるというテクニックですね。さあここはダッシュ中足波動陣内、これも確認している。これも相手に放力線のゲージがあったら中足波動で確定でもらうんですが、2回目ゲージがないので強気に打っていきますね。3回目どうする。さあこれも相手にゲージがないので結構強気にいけるところですが、です、ね、大抜きもここからゲージを食べるのが非常にうまい。見る見るうちに抜き心理ゲージが溜まっていく。おね、差し返しが、ただデシケンも差し返しは負けてない。デシケンはここで決めておきたい。さあ抜き準備が早い、ディープ中足、おお恐ろしいですね、抜き準備は。あそこからゲージを溜めて当たれば勝ちという状況にまでは持っていってましたからね。デシケンもでも負けていないですね。さあ5対2の状況、準備はいい、もう一度当たり前だ。立ち上がりはまずデシケン地獄流まで画面端、ダギラシン中野勝利拳無理やりデシケン、ピエールダメージを上げて奥田中大ケアしている。ああ大抜きの逃げに対してデシケンも前をキープしていた。中足の空振りに大パン2回リーペイエクショルケン、これはゼロ距離リープですね。最後は大パン、あれしゃがみショーパンっていう時だけ当たります。ああなるほど、しゃがんでても当たります。ああそうなんだ。さあ1ラウンド取ってるのでデシケンは結構強気にいってますね。昇竜を散らしてこれでゲージがなくなった状況ですが、たとえ当たんなくても印象をつけるってことはこのゲームすごい大事なので、はい、俺は打つんだよっていうアピールをすることが大事ですね。それが後になって生きてくるっていうことです。さあそしてゲージが溜まりつつあるネクチンリー、このゲージを使っていくのか、それとも温存するのか。これだけでもうリーチだぞ。勝利を1位、デシケンもいい前をキープしている。ゲージが溜まっているネクチンリーに対して、そうだね、押し込んでまだ死なないか。EX スピリングバーナーに対してリープ、少し遅らせてましたかね。さあもういろんな読み合いが絡み合った結果のスピニングバードキックとリープでしたね。あれはもう多分お互いに40、50の読み合いがありましたね。なかなか見かけない。そうでした、リバーサブロッキング、リバーサ膝、いろんなものを考えて最終的にリープを選択。まあ大体そのイエスピニングバードに対してはオクラスチューパンというのが、はい、まあ剣の基本行動にはなるんですけれども、はい、オクラスリープ、そうですね、元気で中足中足しますね。デシケンも昇竜拳を、あ、うますぎる、見てから、まあ、先ほどから冤罪系でかなりやられているところがあるんで、はい、まあ、ちょっと待って、おっと、これはちょっとすごすぎないか、今のは遠い遠い、チュンリー相手にも、一
一瞬にしておそらく最初の方はあの逃げでうまく逃げられてたのです、はい、ただそれをもうしゃがみ中間中大これもデシケンがデシケンらしくなってきましたね。乗っていったかデシケン。だがしかしここで確定は逃さない。流れを切って流れを切ったチュンリー、どうするネキ、このゲーム足しこれでもう凄まじい引っ掛けがデシケンも。ちょっと流れが行きそうだったんですけど止めましたね。あの状況で出さないネキもすごいし下がるデシケンもすごいですね。さあそして一番この3ラウンド目見どころがあるんじゃないでしょうか。そうですね、ただお互いゲージがある状況、はい、ただ抜き側はゲージを吐いているのでジャンプ台系、ただゲージの溜まるスピードが異常ですね。投げて逃がさない、もう溜まりました、早すぎですゲージ溜めるの。下ブロックボールけー流れを渡さない。コパン砲抑線に関しては剣側が昇竜拳陣内何をキャンセルしてももう確定なので出せません。いや6あれは確定です。ただテクニックがすごい必要な、そうですね、動きになりますね。冷静ですね、あそこでもワンブロコパン砲翼を出せると。かなり冷静に、あそこで仮に中足砲翼とか八景砲翼をやろうとすると陣内を相手が打ってきたら負けちゃうんですよ、ね、コパン砲翼のみが許されてるという状況でした。とにかく抜きがゲージの投げ方がうまいですね。ゲージが非常に溜まるのが早い。ここは中足やはり2回勝利が入ります。さあ差し返し、ここですね。そうここにもうねデシケン対応が早いんですよね、はい、地上戦はね裏回り100列、これはあの100列入ったことでかなりは気持ちをしてやらなきゃいけない。ハザンこれがヒットして、ハザン多分普段は出さないような動きなんですが、ちょっとデシケン用に変えてる感じですかね。もう超上級者ゆえの裏の裏のハザンという感じですね、はい。ゲージをどこで使うかで試験、そしてゲージを作っていく抜き心理、地上戦がうまいんですよね。やはり大攻撃ガードさせるゲージを貯めて、さあ読んでいる抜きはペースを持っていかせないうーん強いですねこれは抜きですね、強いですね。さあデシケンなんとかしたい。7対3の状況です。開幕大攻撃で殴り合って、そうですね、今のも破山対策で、ここはデシケン昇竜、昇竜と DL ダメージアップして次の角を通りやすくする。中パン中パン一文字ゲージも食べてキープ、おっとここから大逆転。さあここはもう読み合いガードした、ガードした、トリアさん飛んできました。あの流れはハザン飛んできましたね。ハザン打ちますね今日は。ダッシュ昇竜、これがまああの先日浮いてましたね、黒田も言っておりましたが、はい、ダッシュ昇竜で相手のグラップを壊すと。確かに壊しますねあれは。 EX 昇竜の追加打撃が入りますか。そうですね、ただこの状況ボタントラブルです。どういうルールでしょうか。あ、再試合、再試合、はい、なるほど、まあ、状況的にはまあただね1試合増えるという意味ではまあ1ラウンド取ってという状況ですが、まあどうですか梅原さん、ここまでの動きを見て。いや、なんか昔もこんな絵だったなっていう。あなたここまで動けてましたか。いやだ、ヤムチャです、ヤムチャ、ヤムチャですか。ヤムチャしてんですか。まあでもその実際こうボスターの梅原さんも、はい、まあデシケンと、まあ、組んで9点に勝したりだとかあるんですけど、ありましたね。その時の強さと今のデシケンというのはやっぱりだいぶ違うんです。いやもう別格です、別格、まあ、その時もその時の最強でしたけど、今も今の最強なんでデシケン、はいはいはい、
まあじゃあそういう意味ではその当時から本当に剣の中では飛び抜けて強かった。飛び抜けて強かったですね、やっぱり剣といえば弟子剣っていうのは変わってないですね。セットカウント7対3ですから、こっから弟子剣だったらってこう期待しちゃうのがありますよね。さあ集中力を高めている弟子剣、ここからやり返すには連勝がやはり必要になるが、まあ、流れは変わるボタンテストですね。集中力という意味でも、この弟子剣というプレイヤー、まあ、やはりボスさん、僕はですね、その、はい、大将で出る機会というのが弟子剣すごくやっぱり多いと思うので、そういうのは本当に集中して試合に臨まないと勝てないシーンというのはすごく多いと思うんですけれども、はい、その中でやっぱり弟子剣結果残してますから、残してますね、はい、まあ、そういう意味ではすごく集中力も高く、そうですね、またそれがまあ持続できるプレイヤーなのかなという印象は持っております。折れてるのは見たことないですよ、弟子剣が。まあ、折れる人がいないっていうのもあるんですけど、まあ、そもそも通常ですとこの7対3の状況であの強さを発揮されてしまうとちょっとマジ勝てないんじゃないかなと思ってしまいがちなんですけれども、ね、決して諦めることはないでしょう、弟子剣。あ、ボタンが直ったみたいです。ちょっとね、でもサードは考えるゲームなので、はい、今の時間の間にお互い、そうですね、もう今の10試合ですか、10試合分の読み合いを見返してるところじゃないでしょうかね。大盤空振ってちょっと危険かと思ったところに元気く中足昇竜拳はガードしてしゃがみ大盤からスミングバード、そして発揮砲翼拳、抜きの流れ止まらない。最後奥です中足、強いですね。おそらくあの中足も下ブロが込みなんで、リバサ中足とかをやられてもブローれるようにはなってるはずですね。まあ、あのちょっと遅れているタイミングのところで下ブロが入っている、ね、投げて亀足持っていった抜き、しゃがみたい、まあ、ゲージがなかったというところで無理はしなかったというところでしょうね。そうですね。さあ差し返し見てから、さあここは表裏卓に下ブロ、そうですね、結果はあそこのケアが結構難しいんですよね。そうですね、また砲翼線が入って、おお、ダクレスいったところに投げ入りましたが、ハザン、これがヒット。ハザン種をここまで打つ抜き、そうですね、ちょっと珍しいですね。実際機能してますね、はい、すごく、まあ、他のものを見続けるからこそ当たってしまう。そうですね。さあ8対3となりました。弟子剣としてはボスさん、ここから立て直す上でどういったことが必要になりますか。やっぱり昇竜拳を上げて壊しに行く、その昇竜拳がこのラウンド非常にいい段階から当たっております。そうですね、かつチュンリー側にゲージがないという状況ですが、まあ、この近づくのが難しい。はいはい、しらしらげ、鋭いですね。画面足持っていって、この円台形があるせいでこう迂闊に中足が触れなくなっちまっている。そうなんですよ。やはりその効果が出ているのか、小判落として、今のタッチコパンもすごい速さで出してましたからね、はい、飛びに対して前歩きでくぐってタッチコパンで、仮にブロられてもその次をブロり返しできるので、はい、あー抜きゲージを作っていきます。大パン昇竜拳振り向きからジャンプ、地獄車で画面足追い込んだところだったんですけども、これも差し返しですね。再度中足陣内で画面足を持っていく、 PA 入れて大パン一文字、波山が飛んでくる、最終勝利を潰す、ジャンプ台形で潰しておりましたが、ここは大足で返したで試験壊し陣内、歩きに仕込んであった。まずは陣内、今度はおっと、これは運がいい、投げる、また投げて、そうですね、ここの読み合いが、どうする、ハッケー空振りに対しての中央陣内、弟子剣のペースになるか、追いかけていく、あ、ここも
今のは抜き側の対策ですね。ダッシュ投げ押している抜き心理画面端に追い込まれた。ここでしゃがみグラップを読んで立ちないんげあそこでニュートラ打てますか。さあリーチ。最終試合となるのでしょうか。決めたいでしけん。まずはチア勝利決めてるなでしけん。強気にいったがここはガードしている。遠大パン入って大事だ。もう昇竜昇竜画面端維持しているなでしけん。この1ラウンド譲るわけにいかない。前ダッシュ投げてしゃがみ審判ブロッキングから中圧小翼戦大大ただまだ残ってる。飛行剣これはスト2が生きたっていう感じですね。あの飛行剣はいよいよリーチ。あれは抜きにしか打てない。あの飛行剣ハッケー前中継ブロッキングから中圧昇竜ちゃんと送らせてもう少し信頼。さあ PA 入れて攻撃力アップしてこの逃げだね。おっと今のチアシも非常に素晴らしい。下がって前ジャンプ裏に行ってるがここは冷静にガードしている。投げる方向絶対に間違えないのが抜き。そうですね波動拳でラウンド取り返しましたね。試験ここで終わるわけにいかないこの試験うますぎる。信頼牙を向く。ダッシュ投げもう一度投げて2ゲージあると怖いですね。やり返すかゲージが2本ある中に対してデシケンどうする。確認をしている追い打ちからおっと漏らし中足中に冷静なデシケン。ここでレシケンが踏ん張りましたね。すごいですね。いやタッチ中パンチで確認した、ね、抜きもね見事でしたけど。そうですね、あそこの状況での確認が非常に素晴らしかった。踏ん張りますねレシケン。一本取り返して9対4。ハッケーまず開幕はです。ネクシンリーそこに昇竜ハッケーを当てていきましたが今度は昇竜の嵐中圧昇竜拳ここも打っている。下がって陣内デシケンらしさが円中継ゲージ回収になってますかね。波動拳でまずは欲しかった1ラウンド目をデシケンが取りました。差し込んだ中足攻撃戦はキャンセルかけていくバックジャンプ大パン必要な分のゲージが溜まって体力リードをしているということで無理はしないでしょ。あそこの投げはきついですね。中足上げてあれもブロックスピニングバード再度リーチがかかりました。お互いゲージが溜まっているこの状況でまずはデシケン中足信頼送らせてますね、ちゃんと。次のターンどうするか投げて右足歩いて投げはグラップしている位置であーこれはもうその円台形を待っていたんだの中足陣内デシケンブース、ね、終わらせないデシケン知ってると言わんばかりのブロッキングでしたね。 まさにボスあの円台形でかなりやられていた部分をそうですね、修正しましたね。やり返しましたね。流れが変わるか9対5依然ネキシンリーリーチは変わりません。だがしかしそこに一筋の希望は見えたかもしれない。手がかりはつかめたのかもしれないがデシケンどうする。ジャンプ台形スピニングバード返していくあっという間の1ラウンド抜きが見下ろせてが流れがデシケンに傾いたのかと思いましたが
これはまあまあでも安いですね。投げて、これは冷静です。位置がちょっと辛いなっていうところです。チュンリがゲージが弟子剣どうする。コパン切り替え早かったですね。今早かったですね。今コパンから投げて投げてキャッチキックグー投げー。どうなる。投げ返す弟子剣。またしても投げ。コパン勝利かね。イエク勝利。さあそこでもバックダッシュ。あー小翼戦勝ったのはルクシュンリですかね。あの最終試合が終わってもうはっきり言って最後の負ける瞬間まで敗者とは思えない動きをしてたんですけど、どうでしたか今回獣道やってみて。自分の中ではもう勝てると思ってもちろん来ましたけども、やっぱ抜きさんの仕上げが予想以上だったので、まだまだ自分のチュンリー戦も詰めるところあると思うので、もうちょっと仕上げてきてまたリベンジできる機会があればぜひリベンジしたいと思います。ありがとうございました。多分今日試合見てた人たちがみんな、あそういえばこれ強かったわって、で俺見ててあそういえばこれ強かったわって、まあちょっと不安なとこもあったんです正直。そう、まあ、昔のゲームでなんかレベル低かったのかなってこう思わされた瞬間何度もあったんですけど、今日見てみんなそういう感想になったと思うんですけど、どうでしたか今日は。いやもう本当に梅原とやった時ぐらいの一人の詰め方っていうのは20年ぐらいやってなくて、もうそんくらい1日5時間、昔はまあ高田馬場行って家で基盤で練習して、テストがある時は基盤でコンボ練習してみたいなのをもう一回梅原を想定してやってみようと言ってやった形なんですよね。弟子剣はもうあの時の梅原ぐらい強くて、で本当に弟子剣とやるのが最初は不安っていうか、どうせやべえこれまた 10-0 になってなんだかんだあだ言われるっていう気も不安があったんですけど、途中からいや弟子剣と戦いたいみたいな、ちょっと格闘ゲーマーの心が久しぶりに帰ってきて、すげえやっぱやってる時も楽しいし、もうやる前も昨日も全然寝れなくて楽しみで不安、いつ大会前最近不安になってたんですけど、不安じゃなくて楽しみで寝れないっていう気持ちにさせてくれた獣道最高でした。いつか獣道で梅原とスト2かサードで対戦したいです。サードはやりません。やられんのかよ。俺たちにやらせて。いや、まあ、じゃあまあとりあえずすいません、お二方ありがとうございました。じゃあ、徳良さん、坊さん、改めて試合を振り返ってのお話少し伺えますでしょうか。はい、まあ、ボスも、まあ、この後同じこと言うと思うんですけれども、まあ、本当に最後数日の仕上げ方が多分今まで僕もこの抜き取りプレイヤーを、まあ、近くで見てて本当にめちゃくちゃやり込んだなって感じがしたんで、本当にその結果が出たなっていうところなんですけれども、まあ、それが本当に答えが出て、まあ、良かったんじゃないかなと思います。本当にその弟子剣ペースで行くのかなと思ってたんで、まあ、ただそのやっぱり弟子剣もやっぱり強かったなっていうところもあるんで、ほんでもう一回見たいぐらいのカードですね。ボスさんどうですか。そうですね、やっぱり自分も弟子剣がもうあらゆるプレイヤーに勝ち越してて、まあ、本当にここ何年か10先とかで誰にも負けてなくて、まあ、もし抜きがね、その大抜きから抜きに戻って本当に仕上げたらどうなるんだろうってずっと思ってて、
やっぱ抜きの地上戦っていうのは別格で、やっぱ彼の道着戦っていうのは本当に別格のうまさなんで、仕上げたらどうなるんだろうって思ってて、まあでもどうせ練習しないんだろうなと思ってたんですけど、しっかり練習してやってきて、まあこのような結果になったので、まあやっぱり抜きは抜きだったなっていう感想ですね。抜きは抜きだったと。はい、ありがとうございます。じゃあ梅原さん、今の試合の感想を伺います。まあさっきも言ったんですけど、あの弟子剣はやっぱり俺の記憶の通りのすごいプレーだったんですよ。ただもう見ててスト3は長年離れてるから、その細かい知識ないんだけど、とにかくお互い同じ技食らわない。対空にしても大抜け空投げしたと思ったら大キック使って、うん、ハッケー使ってみたいな、よくその早い展開で対空使い分けてんなっていう、うん、でも思い起こしてみると昔そういえばこういうのとこいつ得だったなっていうのもなんか思い出せて、で試験もすごい強かったけど、まあ今回なんかやっぱりそのケンチュンリーなんか組み合わせ詰まったっていう話を聞いてたけど、うん、やっぱ厳しくねっていう、なんかこれ見ててやっぱこれ厳しくねっていう、確かに、うん、まあ、そういう感想でしたね、この今の組み合わせに関しては。確かに。いやということで、この第3組み合わせストリートファイター3サードストライク弟子剣対抜きは抜き選手の勝利となりました。実況徳良さん、そして解説ボスさん、ありがとうございました。ありがとうございました。いやいやいや、はい、ということでですね、はい、まあ、かなり濃密な、はい、時間を過ごしてきまして、はい、まあ、あの予定された3組み合わせはすべて無事に、はい、終わることができたというところでですね、はい、このタイミングでですね、本日、こちら場所を提供していただきました、ゲームニュートン大山店さんより、イベントの告知があるということなので、こちら増田店長に来ていただいて、お話を伺おうかと思います。お疲れ様です。いや、面白かったですね。お疲れ様でした、はい、皆さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。じゃあ告知していいんですっけ、はい、お願いします。とりあえずじゃあ、告知といってもまあもう3日後なんですけど、あのじゃあ PV の方一旦流してください。お願いします。元気が持ってったっていうのは、まあ、何かしらあいつはやるやつなんで、どこかしらで活躍するかなと思ってたんですけど、抜き差を出さずに優勝できたっていうのが自分の中では手がかったですね。今回はみんなの力と自分も勝てて決勝来れて優勝っていうのが師匠である本当に嬉しいです。あとずっと一緒にやり込んでたショーで練習をずっと付き合ってくれた徳良元気、このメンツで優勝できたっていうのは本当に嬉しい一生の思いですね。師匠と肩を並べて俺は戦えるっていうのを見せられたんじゃないかと思います、ね、優勝できないことはないっていうのも自分にとっては自信につながったんで、優勝候補って言われるところが大体途中で倒れてるっていう波乱がもうやっぱ来るってなんで、やっぱり一発勝負の大会っていうのが魅力ですよね。もう1年の集大成を見せられる場じゃないかなっていうのが、昔のレジェンドとかこんな隠れてるやつがいたんだっていうのが、一堂に会して戦うイベントってそんなやつらのドリームマッチで見れるっていうのは、いやもうとんでもない大会だと思いますし、重要なイベントだと一番思ってますね。ということでですね、はい、
まあもう3日後なんですけど、はい、まあ僕がずっと17年ぐらいやってるあのスト3の全国大会が今年も1月6、7とありますんでね、うん、あの入場の方とかも全て無料になってますんで、まあ今日と同じですね、はい、もう誰でも入れるんで皆さんよかったらあの浅草橋ヒューリックホール遊びに来てください、うんうんうん、告知は以上です。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ゲームニュートン松田店長に来ていただきました。はい、まあ、クーペ近いですか。梅原さんも今回は、あ、今回出場します、はい、出られるんですよね。はい、練習とかはちょっとやってます。おお、しかも黒だと、まあそうですね、まあ、メンバーは強いんですけど、はい、まあ、かなり浦島太郎ですね防御テクニック多すぎてもう分かんないです。確かにいろいろありますからね、はい、さあそして、今、おっしゃられたクーペレーションカップは、浅草橋のヒューリックホールという、記憶に新しいところで去年の、スト5の、ジャパンカップが行われた会場ですので、かなりいい会場、そうですね、広くて、うん、はい、いい会場となっております。よろしくお願いします。そしてですね、こちら告知の方もう一つさせていただきます。先ほどからですね休憩中に、流させていただいておりました、リビングザゲーム、こちらですね、プロゲーマーたちの栄光と苦悩を描く、このリビングザゲームが3月から、劇場公開決定となりました。業界初格闘ゲーマーの生き様に迫る長編ドキュメンタリーには梅原さんほか桃内選手、ゲーマー B 選手、ジャスティン選手が主演しております。数々の国際映画祭で絶賛され、9月には日本に先駆けて台湾でも劇場公開が開始されたという作品となっておりまして、日本ではですね3月から劇場公開となっておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ということで梅原さん、はい、まあ、ちょっと駆け足気味になりましたが、最後にですね、はい、この獣道、はい、総評ということで、はい、いろんな思いの丈をお願いいたします。わかりました。まあ、きっかけはあの大郷倉橋ね、あの思いつきでやった企画で、うん、まあ、すごい予想の倍ぐらい人が見て、うん、で倍以上だね、3倍ぐらいもしかしたら見たのかな。そうですね。でそれを見て、あ、これはもともとそういうのやりたいっていうのはあったけども、うん、やっぱり自分が好きなだけじゃなくて、まあ、ライトユーザーも、まあ、うん、一般の人たちもこういう企画が好きなんだなっていうことを、うん、改めて確認できたから、うん、まあ、これはこの1回で終わらせてしまうのはもったいないんで、うん、まあ、続けていきたいなと思ったんですけど、はい、言ってしまえばあれってもう天然物の最高の素材の試合だったんで、まあ、そうですね、あれをこう人工的なその調理人の腕でなんとかするっていうのは本当に可能なのかどうかってずっと不安だったんですけど、うん、まあ、今回、まあ、単純な数字っていう判断になっちゃうんですけど、はい、まあ、前回大幅に上回る視聴者数だったこともあって、うん、あ、やっぱり自分たちの、この当日に至るまでの仕掛けは間違いじゃなかったんだなと思うことができたんで、うん、まあ、とりあえずは良、かったなというか達成感があります、うん、で、試合予想なんですけど、はい、実は全部一般の投票で言うと、はい、全部予想外れてるんですよ。あ、そうなんですね。アニケン小高、うん、アニケン圧倒的多数、多数、マチャボーが圧倒的多数マチャボー、マチャボー、デシケン抜きは、うん、僅差だけどデシケンが勝つだろうっていう、うん、みんなの予想が全部覆ってて、うん、でそれはみんなが、ま、認識を間違えてたんじゃなくて、うん、やっぱり戦う前の時点では、うん、そういうパワーバランスだったと思うんですよ、はい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 、で実際こういうまあ、大舞台っていうのも自分でもあれですけど、うん、まあ、大きめの舞台をこう用意した時にその、まあ、因縁とかね、いろんなものがある中 で、 そうです、ね、小川は多分自分の今までの限界みたいな声だと思うし、うん、大貫も久々に強い状態で帰ってきたっていう強すぎましたね、あれはちょっと。でやっぱ、うん、やってみてこう因縁はこう人強くするなと、ただの試合じゃなくて、そうです、ね、これ負けらんねえとか、このままもう、うん、あいつ倒してやりてえっていう気持ちはやっぱすごい人をこう成長させるんだなということは分かったん で、 で、ね、まあ、今後ともまあ、いろんなゲームタイトル、いろんな人で、うん、続けていきたいなと思いました。いや本当ね、はい、いや本当ここまでのお膳立ては、はい、業界でやっぱ梅原さんがやるから意味があるっていうか、プレイヤーの火のつき方が違うんじゃないかって僕は、うん、まあ、思っちゃいますけどね。そういうのをまあ一応、まあ、自分なりにやるなら俺かなというのもあってやりましたけど、うん、まあでも映像を作ったの俺じゃないんで、まあ、キュードットさんが、ね、死ぬ思いで作ったんでいいペースでしたよね、投下されるのが、ありがたかったです。そうですよね、まあ、たくさんの方の、ね、協力の上でというところはあるかと思いますが、はい、大変だと思いますが、ぜひぜひ続けていただきたいと
思います。じゃあまあ、そんなところですかね。あで、はい、一応もし優勝あの予想勝敗予想だった人がいたら、うん、ここに勝敗予想書いてくださいっていうツイートを、まあ後でするんで、うん、そこに、私は当たりましたと、うん、まあ、コメントしてもらえればなと。で、いつもはドネーション読み上げるんですけど、今日はちょっと時間の都合で、はい、ドネーション読み上げしないんですけど、はい、まあ後でツイッターであのがドネーション額と、コメントは読み上げます。おー、じゃあツイッターを見てくださいと、そういうことですいうところですね。しかも今回あの獣道、はい、ツイッタートレンド入りしてたみたいですよ、途中から。はい、なるほど、すごいですよね。ありがとうございます。まあ、そのニュートンの松田店長からもあの各地のねゲームセンターであのモニターにこの獣道の配信を映してみんなでパブリックビューイングみたいな形で、はい、まあ、見てくださってたというような、ちょっと新しい動きが生まれつつある、まあ、全部ゲームセンターのゲームですからね。まあそうですよね。なるほど、それはいい話です。広がっていくといいですね、はい、では梅原さん、じゃあ最後に締めの言葉を。締めの言葉、まあ締めたかなと思ったけど、でもまあとりあえずありがとうございました。はい、ありがとうございました。梅原を超えれるのかっていうことですよ、この業界で。それあの人がこの格闘ゲームの歴史そのものだからですよ。今だったらちょっと分かってきたんですよ。あの時あの人が何を思って、これまでどういう思いをして格闘ゲームに取り組んできたのか。梅原大吾という男、もちろん僕は勝つつもりでやります。